ポーレさん、はい、ちょっといいですか。あのピョンピョンピョン、本当かよ。ありがとうございます。あのエレキが、はい、変わってますよね。はい、ゴーストつけました。ローランス、これがローランスゴーストっていう。そうですね、はい。まあ、自分今まで魚探、まあ、3社全部使ってきたんですけど、まあまあ、ずっとメインにしてるの HDS、まあ、ローランス派だったんで、まあウルトレックスに不満があったわけじゃないです。ウルトレックスもとてもいいエレキで、ここまで2年間、自分の成績に貢献してくれてやってたんですけども、まあ、ちょっと使ってみたいなと思って、ゴーストに変えてみました。で、まあ、どんなメリットがあるかっていうと、まあ、一つはこのフットペダルが完全にデジタル式だっていうのと、あとは、ブラシレスモーター、それからまあこの GPS の精度が一番高いっていうこともあって、あと故障が少ない、それから何よりもこのねペダル このスイッチの位置、このスイッチの位置がまた右に戻すことができたんですね。これ右と左変えれるんですよ、好みによって。で、僕左スイッチだとどうしてももともとちょっと足が、右足が球外形成不全って言ってちょっと足がこうなってるんで、で、あの左側のボタンを押すときにこの骨盤をクロスさせなきゃいけないんですよね。それがしんどくて去年からものすごく骨盤痛めてて、右側、外側で小指側で踏める方が個人的には楽なんで、まあ右足使うとき小指側で踏めるっていうことをもう一回戻したくて。それは買った後に右と左自分で設定変えれるんです。変えれちゃう、変えれちゃうんですよ。これぐるっとこう回転させるだけなんで、このローランスのマークをネジ外して抜いてこれを外すだけなんです。10分もあればできます。10分かかんないかな、ドライバーがあればっていうエレキです。スポットロック的な機能もついもちろん、はい。まあ、細かい調整とかをちょっと工場出てからしなきゃいけないんですけど、今日初めてなので、まあそういったところに惹かれてちょっと一回つけてみようかなと思って、購入しました。でも来年のトーナメントまたフルスロットルで始まったら、はい、じゃあこれで戦うコンボか。そうですね、おそらく使ってみて違和感なかったらこれでいいかなと思ってます。まあ一応今まで使ってきた方のインプレとか話を聞いている中では、まあおそらく現行モデルのこの GPS ロック系のエレキの中ではかなりの優秀だということなので期待はしてます。最近よく聞くブラシレスというワードよく聞くようになってきたんですけども、はいはい、まあ、これから小森さん使われるとは思うんですけど、はい、事前の情報ではなんでそれを選ぼう。まあ、静音性ですよね。はい、このガーミンのライブスコープをつけて明らかに分かったことがあるんです。バスこうやって見てると逃げていく。あ、逃げないやつももちろんいますよ。スラックチャリずっとついてるやつ見ると結構逃げていく。まあ、実際バスがそんな動きをしているのかもしれないんですけど、明らかにこの最初につけた頃よりも今の方が逃げていくんですよ。なのでおそらく、まあ、エレキや振動子やそういったものっていうのは坂道としてプラス多少プレッシャーになってるんだろうな、それを少なくするっていうことは、まあ、多少なりとも釣りには有利になるだろうなっていうのは感じてます。スポットロックかけてると顕著に船の周りから魚が消えていく現象を桧原湖とかで体感しちゃってるんで、関係ねえよっていう人もいます。釣りの展開が早いとは絶対関係ないと。で、いいスポットに次々行く人も関係ないと。だけどガイドとかでやっぱり2人の乗られてて1人の方がよく釣ってんだけど、もう1人の方がリズムつかめないときって粘りたいじゃないですか。でも粘ってるとどうしても魚が消えていくんですよね。それはやっぱりちょっと静音性にかなり期待したいなというところがあって、まあ、1回使ってみようというのもあって、でライブスコープで魚の動きとかをつぶさに見ながら、はい、実際にどうなのかをちょっとここから来年のスタートまでに、そうですね、検証していくっていう作業。はい、ここからは多分そのあれこれ言われてることが本当なのかどうか自分なりに解釈して自分のインプレーを、あ、こっちの方が有利だと思ったら多分黙ってると思います。勝ったのに。いや、ね、はい、戻ってって、まあ戻るすことはないと思うんですけど、まあこれが特別有利じゃないよっていうのかどうかっていうのはちょっと一回見てみたいな。ただ可能性があるならね、数パーセントでも追っかけていきたいっていうのはあるんで、試合用っていう意味ではちょっとつけてみました。自分なんかはもう本当一般のヘンドユーザー代表としては、はい、そうデザインでもローラーズって入ってるだけでなんかかっこいいですね。これねちょっとねかっこいいですよね。ちょっとロボット的というか、なんか今までのエレキっていうよりも完全にちょっとこの辺が
ね、あのアニメに出てくるようなデザインになっているっていうのがものすごく惹かれるところかなと思って。実際にワイヤーもないから、そのフット周りも、はい、あれも全部トラブルもかなり経験されていると思いますね。まあ実際使ってみないと何とも言えないんですけど、はい、こちらに浮かべて今日ちょっと様子を見てみたいと思ってます。じゃあ実際使うところのインプレもよろしくお願いいたします、はい、ではではお願いします。あ、ここ天国ですね。ここで対決しましょう。トルネードロックシステムですね。あっきーあっきーあっきー、じゃあ電話。この曲のどうしますよ。熱でなんとかって言って、小森さんどうですか、使い始めて。いや、セッティングが結構めんどくさかったんですけど、今これね、アンカーロックかけてるんですけど、めっちゃ静か。モーター音もしないし、ペラ音もしないし、なぜヘッドが動いてない。まあ、軸は動いてるんですけど、はい、リンゴタンの時は、もう、こうヘッドがふにゃ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 って、こう、エイリアンみたいなのをしゃべりかけてるように動いてて、あれが可愛かったんだけど、でもちょっと、完全にロックしてますね。ブラシレスモーターと、でしょうね、はい、完璧に止まっております。そういう風の中綺麗に止まっております。でこのまま4時間ぐらいここに田中さんいて、はい、1時間経過、2時間経過、3時間経過っていうのをこう画像で早送りでやるっていうのを克明に、克明にこんだけ止まってられますよ。ドローンで上から、はい、うちらがどう死んでいくかみたいなどう引っ込めていく。いや、僕はもうご飯食べに、あれ